チン、マジカルパンチラインです。おきぐちなです。みさみさらです。吉田はるかです。吉田たまきです。山本はなです。はい、今日はマジカルパンチライン新潟にリリースイベントで来させていただいているんですけれども、はい、結構な夏日でね、めちゃめちゃ暑かった。たまき新潟出身じゃん、はい、新潟ってこんな暑いの？こんな暑くなくて、であの新潟に住んでるファンの方にも聞いてみたら、うん、昨日今日はもう異常だったっていう。やっぱうちらなんだ、晴れ女集団だ。すいません、新潟も暑く盛り上がっちゃったんだ。ということで結構暑くて、メンバーより暑いんだって今日。そうなんだ、より暑い。暑いのでね、メンバーが結構暑さでヘトヘトということで、なんとさあ意外とアイスになるとこってり系になるじゃん。
が見えるわ。飲み物とかもフルーツのジュースっていうよりも、うん、コーヒーとかミルクティーとか、うん、あー確かにそういうのばっか飲んでるかも。なんか他にみんないつもお気に入りのものとかある、うん、アイスフレーバーそれは見てみるけど、うん、ロッキーロード、はいはいはい、美味しいよね。あのなんかはるかちゃんと一緒にサーティワンにいた時にそのこれ食べたことなくて、うん、売ったよやばい、あれまあ行ったんですよ、うん、私の記憶の中では、うん、その時になんかマシュマロ入ってるんだよって言われて、うん、で、えっと思って、うん、で、食べてみたら美味しくって、はるかちゃんの、え、そう、入ってんの、うん、そうなんだ、はるかちゃんのおかげで食べれるようになったアイスです。はるかちゃんのちなみに寄せ持ちしちゃった。うそ、私は好きだったんだけど、うん、入ってない。何個か言っちゃった。なんかカラフルね、ハンデ。下の方だと同じ味が、ね、なんか同じ色味がある。私ね、あの昔ママがよくキャラメルリボンとストロベリーチーズケーキを食べてたの。で、その時自分はそのシャーベットとかクッキー&クリームとかを食べてたから、うん、一口もらうとかだったんだけど、ちょっと懐かしい気持ちを込めて選んだ。おお、こんな10個も選べることなんてないよね。ないよね。なんかちょっとね、選んでみた、その昔の記憶をたどって。私もよく行くスーパーにサーティワンが入ってたもん、うん、だから、うん、お買い物を上手におとなしくできたらサーティワン食べていいよみたいな感じで、だからもう一生懸命もうすぐ踊っちゃう子だったの、スーパーで。いるよね、踊ってる子。なんかそう、たまにさ、リリーベに来てくれるさ、あの、そう、いいよじゃん。すぐ踊っちゃうタイプだったから、そう、だから踊らずにおとなしくお買い物できたらアイスあげるよみたいな感じでやってました。だから今それを思い出した、なんか記憶がないようにしちゃった。懐かしい。え、どうしようかな、2つ目何頼むよ。アシャーベット、レモンシャーベット。杏仁豆腐入ってる。え、杏仁豆腐、これ多分杏仁豆腐。マジ？あ、トマキもそれ多分杏仁豆腐。え、これ？これだ。私なんか6種類ぐらい選んで、あと4種類は決めてもらったのよ。うん、杏仁豆腐を迷ってて入れるかどうか。迷ってたの？そう。なんかさ、見た目とさ、名前でさ、全然一致しないものとかあるじゃん。確かに、だってロッキーロードなんてさ、何味か分かんなくない？確かに。あ、確かに。山？そう、知ってるからさ。ああ、そうか。ロッキーセット、うん、のロード、山道？うん。ロッキー山脈ってこと？優しい、優しい感じを出してね、うん、あ、鍋とかいろいろ入ってるから優しい感じ。杏仁豆腐、超美味しいかも、うん、期間限定なんだよね、これもね。え、これは期間限定の入れとかなかったな。あ、定番のばっか選んじゃってるから、うん、ママにね、言ったの、なんか何がいいかなみたいな選ぶときに、うん、ちょっと相談してみて、うん、で、え、チョコミントとじゃあもう一回コーヒー2つ食べたいんだよねって言ったら気持ち悪いって言われる。気持ち悪いよな。親にも理解されてないよ、それは。でも確かにさ、一個一個がさ、ちっちゃいから、うん、2個食べたいよね、好きな。そう、わかる。チョコミントとキャンディアップルと、うん、コットンキャンディは2個ずつ。え、うん、じゃあもうそれだけで6個ってこと？え、すごい。ここにて変色。急に？出たってアイスにも出るんだね。なんかね、同じものを何回も食べるのが好きなの。あ、イメージあるかも。え、曲 もう同じ曲をずっと。わかる。めっちゃアイスにも出ちゃってる。でも今回量が多いとさ、溶けちゃうじゃん。そうか、溶けちゃってチョコとオレンジソルトが混ざっちゃうのが嫌で、うんうん、結構混ざってもいいやつにした。めっちゃ考えてるじゃん、ね、そうだよ。だから混ざっても美味しそうだ。だからちょっとなんかシャーベットみたいな、えらい戦略的だね、うん、本当だ、混ざっても美味しそうだ。だからチョコミント本当は2個入れたかったけど、あ、ちょっとさ、今贅沢な食べ方しちゃってる私。なんでんの？え、ま、いや違う、ちょっとずついろいろ食べちゃってる。わ、一口ずつ。いいな、食べることだ。いいな、憧れることでもない。自分もできちゃう。うん、あれ頼んだんだよね。キットカット。うん、まだ入ってる。キットカット味みたいな。何それ？コラボで。何だ、知らないんだけど。そう、え、嘘。けどチョコ入れないつもりだったから。何だ、何だ。美味しい。ずっと端っこで美味しいしか言ってないんだけど。小豆食べてる。美味しい以外の5位どっかに置いてきちゃったもん、多分。やっぱ濃厚。濃厚。アイスっていいよね。いいよね、この暑い日にさ、うん、食べるアイス一番美味しい。え、なんかさ、お菓子よりさ、罪悪感ない。なんか、うん、分かる、分かる。溶けているからね。そう、だって溶けたら水分だもん。そうそうそう、カロリーがあるとは思えない。ほんとそう。見ないようにしよう。でもなんかそれも良さじゃない。なんかさ、お菓子とかって罪悪感ありながら食べちゃうじゃん。うん、確かに。ないからさ、ね、待って、もう花3つ食べちゃったから。もう美味しい、もう。そういえば2個目突入。え、ほんま、え、早くない？早っ。確かにここ食べたの。アイス早くはいけんじゃない？いけるわ。うん、なんか
このさ、季節限定のさ、味が出るじゃん、うんうん、あれ嬉しいよね、うんうん、やっぱその時期に合わせてさ、夏だったらシャーベット系が多かったりさ、うん、冬だったらちょっとこってりしたやつとかがさ、うん、多かったりするから、その季節に合わせてね、好きなものとか気分で選べるから、うん、やっぱサーティワンっていいよね、偉大最高。何のドヤ顔最後ドヤ顔いいこと言ったってね、そういいこと言った実感あったじゃあ6個目突入します。すんごすごい、うん、早い。え、好きなもの後に残しとくタイプ？うん、ちゃん。でも全部好きだけど。一人くんだよ、それって。だって、同じ味2つ入ってるのに、それずっと残してんだもん。え、普通食べないの？普通さ、途中で挟んで食べて、で、最後にも食べるじゃん、2個あったら。両方とも残してくれる。え、残せたら取られちゃうよ。そうだよ。いやでもさ、でもさ、取られてもいいんだよ。だって、2個あるから。でも、2個とも取られることってあるんだよ。怖い。3人兄弟だよ。こっちからこっちも一人っ子だから好きなものは早いよね。そうか、取られたことない、ないんだ。え、もうね、喧嘩しょっちゅうだって。え、わかるね。なんか絶対はるかって書く。わかる、自分の冷蔵庫に。なんならさ、あの弟だけじゃなくてお父さんとかも食べたりしちゃう。わかる、お父さんも食べちゃう。なんか、え、待って、あれ誰が食べたの、え、誰が食べたってしょっちゅうなるの、うん、嘘なる。あんまそうか、名前書いてないのがいけないんだよって。ちょっと一回も経験ない。そうな、バーバが食べちゃうんだよね。バー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 じゃん。バーバー知らずに食べちゃうの、うん、悪気ないもんね。冷蔵庫にさ、プリンとか食べたやつを入れとくのよ、うん、こうやってくんじゃん、食べようと思って開けるんじゃん、ないの、プリンがね。ちょっとさ、そのバーバーさ、よくさ、ご挨拶させてもらうからさ、顔が立ってくる。下の段だ。美味しい？美味しい。美味しいよね。
なんかこんなにさ、まあ、贅沢に食べれることなんてめったにないけど、本当ないですよね。やっぱりこれからね、夏に入って暑くなっていくので、うんうん、まあ、マジパンもね、イベントとか外とかでもやらせてもらいますので、うん、ぜひね、これ見てるファンの皆さんもサーティワン行ってね、アイス食べて冷えて夏もね、マジパンと一緒に盛り上がってもらえたらなと思いますので、うんうん、推しのね、アイスを今日紹介したから、よかったらみんなもね、推しの推しアイス食べに行ってみてください。推しアイス、推しアイスぜひぜひ。まだまだいっぱい残ってるメンバーもいるので、うん、この後もいっぱい食べさせていただきたいと思います。はい、ということで本日はメンバーでただただサーティワンを食べる動画でした。ありがとうございました。みんなもアイスいっぱい食べよう、食べよう、アイスいっぱい食べよう。この動画がいいと思った人は高評価